皆さんこんにちは、久保武です。今日はですね、20日からちょうど5月20日から西日本ミーティング、そして東海ミーティングと、行ってきまして、ちょうどこれが配信されるのが月曜日の予定なので、2日前の土曜日27日に、東海ミーティングをさせていただきました。今日はですね、その東海ミーティングの冒頭の部分をまあご覧いただきながら、少しそこで触れた内容プラスアルファのことをお話ししていきたいなと思ってます。というのもですね、まあ大体内容としては似たり寄ったりの内容になるんですけども、後半今私が妨害者からたくさんね妨害を受けている、そんな環境があるんですけれども、それに対して本当にいろんなご心配の声とかもお聞きというか、声かけていただきながら、やっぱり心配されているんだなっていうことを改めて感じましたので、ご存じない方の方が多いはずなんですよね。というのも、大体ツイッターでしか妨害されてないので、で、私自身がツイッターをやっていないので、さほど気にもしていないんですけれども、一部ツイッターやられている方にはね、とっては、あまり、気持ちのいいものではないということも聞いてまして、心配もされている方もいますし、ちょうど先日、個人的に LINE とかもさせていただくようなこともあるんですけれども、その中で、妨害者に対して視聴者の方がね、あまりにもひどいので、ちょっと私個人的に弁護士に相談していきます、また助教教えますということでね、どういう話されたのか、どういう回答が得られたのかということでね、話をお聞きしたりとかということでね、結構いろんな方から心配をいただいているんですけれどね、まあ本当にね、ちょうどライブというかミーティングを行う前に配信させていただいた動画でも、妨害者の個人情報を特定できましたっていうこともね、皆さんにお伝えして、これから法的な処置の方を、やっていくように弁護士とも相談をして、やっていこうというところで、大体概要ですねはお話をさせていただいたんですけれども、改めて、皆様にこの妨害が当初どういう形で行われて、現在どういう形に立っているかということを、お伝えをしてもいいのかなと思ったので、本日はですね、あえて、妨害黒歴史という題しまして、妨害黒歴史と題しまして、ちょうど2020年9月から私がチャンネルを立ち上げて、どういう経緯で妨害者が生まれていって、そして今に至っているか、そんな話をね、させていただこうかな、というふうに思っておりますので、ぜひ聞いていただきたいなと思います。実はですね、本当はこの、話をですね、朝の配信でやろうと思ったんですね、実はね。ただ朝からこの話をして本当にいいのかな、朝これから頑張ろう、特に月曜日に配信しようと思うと、2日お休みになられて、また新しい週頑張っていこうっていうところで、こういう話をするのもちょっと気が引けるなと思ったので、あえてですね、昼という時間帯に皆さんにお聞きいただこうと思いまして、当初は午前中8時の配信予定でしたけど、12時に繰り上げてビートブラストというね形で配信の方をね やっていきますのでね、ぜひご理解いただきたいなと思います。ちょうど私がですね、2020年9月にチャンネルをエコノミックニュースジャパンという形で立ち上げまして、いろんな当初はね、いろんな経済ニュースだとかいろんな情報ニュースをね取り上げながら私の試験をお話しするっていう番組で進めさせていただいたんですけども、ちょうど年が変えて、2021年の1月ぐらいでしたかね、名前を変えまして、ちょうどあれなんだっけな、K チャンネル皇室ニュースという形に変えました。でそこからですね、妨害者が生まれてきたのは、どういう経緯だったかというと、私も本当にね、活動自身って言いますか、いろんな形で情報を発信していって、
いろいろな方にご覧いただきたいという、そんなね野望を持っていたんですけれども、まあそれをねやるにあたって、まあいろいろなね視聴者の方々、ライブを通しライブを行っていくにあたって、まあライブの中でですね、こうツイッターやった方がいいんじゃないか、いろいろやった方がいいんじゃないかというねアドバイスをね実はいただいてました。で、私がツイッターを始めさせていただいたんですけれども、私自身もねツイッターあんまりやっていなくて、何をやるのかっていうのがあんまりピンとこなくて、とりあえずじゃあ情報発信をしていこうというところで始めたんですよね。で、私自身は、まあ、それ以外にもいろいろな企画だとか動画の編集とかっていうのもやってまして、なかなかツイッター自身がツイッターで発信ができてないっていうことが実際あったんですよね。まあ、その間もある方が、ツイッターを毎日のように上げていて、まあ、どういう経緯かはちょっとわからないですけども、たくさん赤バンもされながら、赤バンされたら赤バンっていうのはアカウントバン、要するにアカウントが制限かかったり消されてしまう、ツイッター社の方からそういう措置を受けてしまうんですけれども、それをよく俗に言う赤バンっていうんですけど、赤バンされてしまって、それにもめげず新しいアカウントを使って発信して、また赤バンされてっていうのをずっと繰り返していたんですね。で、私自身はまあ、そういった方々のご協力いただいているっていうのは意識としてももちろんありましたし、私も少しでもやっていこうという形では進めていたんですけども、いかんせん YouTube を始めたばっかりで、なかなか編集が思うようにいかずに時間だけが過ぎていって、その当時は本当に毎日配信をしていたので、収録をして編集をして配信をしてっていうのをずっと繰り返していて、なかなかそういうね、ツイッターにまで手が回らなかったっていうのがあるんですね。まあそもそもねツイッターやらなければよかったっていう話なんですけど、まあその時は本当に、少しでも情報を発信したいなと思ってやっていた部分があるんですよね。ただまあそれを頑張ってやっていただいたから方々から見るとあんまり面白くなかったっていうことが実際ありまして、その時にですね、まあ大阪のおばちゃんと、どういう経緯か忘れましたけど電話で話す機会があって、いろいろ私の思いだとかこれからのこととかを話していくにあたって、かなり意見をねご了承してきた方がいたんですよ。これやった方がいい、あれやった方がいいっていうね。で、私自身もやれることやれないことは当然ありますし、私がやりたいことってこともありましたので、当然ねできることできないことっていうのを話を聞いた上で、それはできません、これはなんとかやってみようかなっていうのも話をさせていただいたんですけれども、翌日その大阪のおばちゃんと、ツイッターでいろいろとご苦労されていた方がですねタッグを組んで、私に攻撃を始めました。それが元々の、妨害者の始まりですね。当初は、2人がメインでやっていて、後で、まあ、愉快犯的な方々がちらほらと、参加して、わちゃわちゃとやっていたわけですけれども、はい、やっていないたんですよ。で、まあその頃から本当にね誹謗中傷っていうんでしょうかね、そういったことが始まったというのをね思い出します。で、その後ですね、これはまあ私の反省でもあるんですけども、ちょうどデモというか街頭演説を始めた頃ですかね、街頭演説を始めた頃に、まあ皆さんもご存知の通り、私一人ではまとめれるというか、まあ人数が多くなってきた、通常の街頭演説じゃないな、あれは更新デモだな、更新デモとかをやっていく中でやっぱり人数が当初多かったので、私一人では面倒と言いますか管理というか運営ができないということで、何人かの方に声かけて、視聴者のねちょっといろいろと方向性含めて相談させてくださいっていうことをやっていたんですよ。で、それまあ前回もお話ししました役員会っていうものが、まあ、当初まあそういった形で始まったんですよね。和歌山の方と東京の方、女性でしたけどね、2人ともね、それと私3人でいろいろな方向性を、話し合いながら、やっていたっていうところですかね。まあよくねツイッターとかで黒幕黒幕って言ってるんですけど、
まあそれを本当に黒幕というのであれば、実際和歌山の方と東京の方2人黒幕がいたってことになるんですけども、まあ黒幕って何をもって黒幕と言ってるかよく分からんんですけど、私としてはやっぱりその男性でもあるし、女性の視聴者が多いってこともあって、女性がどういうふうに感じてらっしゃるのかなとか、いろいろとそういう反応を知りたい、そういう特にその関西と関東では受け取り方も違うだろうということで、関西の方1人と、関東の方1人っていう人選で3人でいろいろ話しながらやってきました。で、まあそこからがちょっとひどかったですかね。何が起きたかっていうと、その中で、東京の方中心として、まあ私自身はできるだけやめてほしかったんですけど、まあ現地で何度も何度も顔を合わせて、まあ最初は良かれというところでやっておられたとはよく理解してますけども、何人かの方が、LINE グループを作って情報の共有を始めてしまったんですね。で、当時から私もちょっとそれは、いろんなトラブルを招きかねないので避けてほしいってことはお願いはしていたんですけれども、ちょっとそれがね一人歩きしてしまったというところが今の妨害につながっていて、どういう内容かっていうと、なんでしょうね、結局悪口大会になっちゃうんですよね。はい、僕のまあ当然ね、活動に対して僕の行動っていうか、その活動方針に対して不満とかもあって、あれはこれは違う、これは それはいいとか、そんなね話が当然あるとは思うんですけれども、まあ、それが飛躍しすぎてしまって悪口大会になってしまったというのは一部の方からも当然聞いていて、まあ、そこは、まあ、私にも落ち度がないわけではないので、当然私の活動に賛同されない方もいるということも存じ上げておりましたし、やっぱり 100% 思いに沿いるってものではなかったので、それに関しては仕方がないなと思って、で、まあ、そこに関してねいろいろと意見を聞いたりはしていたんですけれども、やっぱそこに関してもできるできないっていうのが出てきるので、やっぱり不満も溜まっていったんじゃないかなと思います。で、そうしてる間にそのまあおかんグループっていう名前だったかな、確かそんなのが出来上がってて、まあその前に、その前に、あ、そうそうそう、おかんグループが出来上がる前に、実はそのもともと3人で、やっていた、東京の方がまあ一参加者の方とネット上でトラブルを起こしてしまったんですよ。おそらく、まあ、相手の方は20代の若い女性だったと思いますし、そのどういう過程でそうなったかは私はわからないですけれども、やっぱり、まあ、当初からもその東京の方、まあ、竹って言うんですけどね、竹に関しては、まあ、露出が結構あったんですよ、動画とかでもね、ライブで。で、あまりよく思われて、視聴者がよく思われてない、そんなコメントもよくあって、目障りだってね、いうようなこともあったりはしたんですけども、まあ、その当時、いろいろと ご協力いただいてた方だったので、私も、まあ、信頼はしていたわけですよ。で、やっぱりその人が、この会の、まあ、なんでしょうか、に露出が増えるということは、なんつうのかな、やっぱり会として彼女が起こしたトラブルは会としてのトラブルというふうに受け止められる可能性が非常に高いくなってしまったということがあったんですね。で、その女性の方、20代の女性の方とトラブルを起こした時に、その人が、まあ、当時は確かねツイッターのDM グループ作ってやれるのかな、それでいろいろやり取りをしていた時に話が食い違って、その女性の方が、そのグループを自ら抜けたらしいんですよね。で、それをまた東京の方が、そこで終わらしときゃいいものを追っかけ回して、ツイッターで激しいやり取りをしてしまったわけですよ。で、それを見ていた20代の方のフォロワーがやべえやつだっていう話になってしまって、で、それでもなおそれをやめなかったということがあったんですよね。で、それをもう
ことが始まってから私は聞いたわけで、で実際どういう状況なのかは私は分からなかったので、まずは、うちの代表に、代表というかその3人の役員会と言いましょうか、役員会の東京の方に話を聞いたら、状況を教えてくれるどころか自分の保身の話ばっかするんですよ。私は悪くないとか、私はこうだからとか、いやそうじゃなくて、どういう流れでそれが起きたのか教えてくださいと。で正直追っかけ回すのはやりすぎだし、その辺を勝手にやられてしまうと、やっぱり会として顔が出ている以上は、会としての、批判にもつながってくるので、個人の意見ではなくなってしまうんですよ。だからどういう状況で起きたかとかっていうことも含めて事実を教えてくださいっていうと教えてくれなかったんですよね。で自分の保身の話、自分が悪くないっていうスタンスの話ばっかするもんだから、それだとちょっと僕もやっぱり信頼をしていた中でそういう話をされると、これ以上ちょっと信用をしていいのかどうかっていう話になるので、じゃあ一旦ここで離れていただきましょうかっていうことになったわけですよ。でその方が今は妨害者の中心人物になっているわけですよね。はいね、本当に。でその後にまたね、ちょうどその方が僕がもう縁を切るというタイミングの中、前後少し前かな、さっきお話を冒頭してたおかんのグループっていうね、グループラインが、おかん名前もすごいですけどね、そんなのがあった時に、なぜか彼女がずっとそのグループに残っていたんですよ。なんで残っていたかで、私はそれをやめてくれって言っていたんですよ。そのおかんのグループを、仕切っていたのがまた高っ女性なんですけども、その方がね、いやあの人は私がちゃんとコントロールするので、残してあげてください。あの人ほっとくと何するしでかすかわからないので、それは私に任せてくださいっていう話をずっとするんですよ。で僕はその人に本当はやめてほしい、でもあなたのことも信用する、そのことはね、大阪の方でね、いろいろと手伝っていただいていたので、役員会員には属してませんでしたけども、私がね信頼する一人ではあったんで、その信頼をする一人であったがゆえに私はその人の言葉を信じてしまったわけですよね。でしばらく経ってからですね、そのおかんの中でトラブルがまた起きました。はい、なんでこうなるのかなってよく思いますけどね。で、いろいろと話を聞いていく中で、分かった事実があって、何かというと、その当時、私役員会に属していた、女の人ね、東京の女の人と、その高がともう一人ね、東京のおばちゃんがいるんですけどね、その3人が結託をして僕を貶める内容のLINE をそのおかんの LINE の中で、流していこうと、その中で私の、信頼を何でしょうか、会としての妨害をしていこうっていう働きかけを行ってきたというか、そういう計画を立てて実行してしまったわけですよ。でそこで、属していた方がですね、これはどうなのかということだとか、いろいろと私に話を聞いてきて、その当時からですね、黒幕っていう言葉がよく使われたのが、はい、でその中でも、今手伝っている方々にいろいろご相談を手伝って、今現在手伝っている方もそのおかんのグループに入っている方々もいたりとか、当然実際表に出てない方でもいろいろと情報を、いただける方とかも今でもいるんですけれども、その中で、そういうトラブルが起きて、でそれに反対する人、反対しない人で、またね、厄介なことにね、その3人がですね、そのやっぱり会の中でも気に入らない人が出てくるですよ。そうするとどうするかっていうと、その人を、貶めようとする動きを LINE でかけるんですよ。
で、その方、まあ、被害者の方が私にも一応連絡を来て、何でしょうか、なんかもう本当に言った言わんな話ですよ。事実とは異なる話をするんです。で、僕の話じゃなくて、その会員同士が悪口を言い合ってるみたいな話をしてたんですけども、まあそれもね、本当当時すごいめんどくさかったんですけど、一応両方に話を聞いて、あ、これはなんかあるなって思って、突き詰めていくと、そのトラブルを起こした2人の女性が実はいてね、その片方が、その高に、いろいろと、まあ、情報を与えられて、その人が、何でしょうか、中のグループラインの、を二分化するような働きをかけていたっていう感じですかね。はい、あ、違う、高っていうのがそのもう一人の人と、で、その東京の竹が、それほどトラブルになっている両方について、本当はつながってるのにね。で、それを、なんだろう、追い出そうとするような動きを、かけるわけなんですよ。はい、そういうなんか、本当、姑息なトラブルが LINE の中で起きて、本当、収めるの大変だったんですけど、結局どうなったかっていうと、もう、そのおかんのグループ自体もやめてくださいって話にしたんですよ。で、私のさっき言った私が面倒を見るんで絶対にトラブルを起こさせないんでって言ったタカの言葉を信じてたんですけど、実はそのタカが裏をで、竹ともう一人の東京のおばちゃん3人で組んで、そういうトラブルを仕向けていったってことが分かったんですよ。なんで分かったかっていうと LINE を見せてもらったんですよ。やり取りのタカとその一人の女性の LINE を見せてもらったんですよ。で、それ見たときに明らかに僕に言ってることとやってることが真逆だった。だからその私にはいい顔するんやけど、実際やってるのは私を貶めるようなやり取り、情報のやり取り、それも事実と異なることも多くて、あとは事実であったとしてもかなり湾曲された解釈で伝え合っていたりとか、そういうことがあってですね。で、それを問い詰めました、その人に。そしたら、はばらかすもんだから、もうじゃあ、これから少し別の道を歩いた方がいいですよね、ということで、またたもとを分かったわけですけども。で、その後どうなったかっていうと、また、その高っが、あれですよ、LINE グループに、LINE じゃない、その妨害者グループに入って、今も絶賛活動中なんですけどね。はい、でそういったことをやっていたわけですよね。はい、で本当になんつうのかな、でその人から聞いた時に、聞いた時っていうか、その、まあ、実はねもう一個あって話が、まあ、これを話していいかどうか分かんないですけど、でその高瀬と組んでいた方は抜けたんですよね、実はね、 LINE グループから。うん、だから武田がねまたその人に対していい顔するんすよ。心配するような素振りを見せて、その人と距離を縮めていくんですよ。でそこで個人の情報とかも聞きながら、個人情報を取得していくわけですよ。で、自分が、まあその時もその竹は私の活動を潰したいと思っていただけなので、本当に彼女が望んでいるのは私の邪魔をして私の活動ができなくなることを一番に考えて、あの手この手を使って妨害をかけるですけど、非常にね、ちょっと、まあ、結婚はされているはずですけどね、はい、ただねそれがちょっとあまりにもひどくて、まあ、困っている部分ではあるんですけれども、でその人が今度何やったかっていうと、その方を脅し始めたんですよね。はい、脅し始めてしまったんですよね。これはもう少し前に私が聞いた話なんで、本人から聞いた話なんで、まあ間違いはないと思うんですけども、これをやっぱり、まあ、いろんな方々がいろんな仕事をされていて、やっぱり何でしょうか、そういう会社として責任を取らせるぞということを言ったのかな。この今あなたがやっている活動を世の中にばらすぞというような形を
まあ取られているわけですよ。そういう話を彼女にして、彼女がかなり参ってしまって、私にも連絡が来て状況が分かる、教えてもらったりしたんです、来てたんですけど、もう本当にね、なんつうの、脅迫行為とかも平然とやる方たちなんですけどね。だからまあ私としてはもうそういった方々がそういった被害を受けた時にはもう相手にしないのが一番です。彼ら彼女らが言ってることは一部事実はあったとしてもそれを、自分たちの都合のいいように誇張してそれを発信するだけなんで、相手にしなければそのうち飽きてやめてしまうんで、もう相手にしないのが一番ですよって。相手にしてしまうとそれに、それが嬉しくなってしまってさらに上塗りをするような誹謗中傷を行ってくるので、そういった方たちには、無視をすることが一番ですよということをずっと私もお願いをしてきたわけなんですよね。はい、まあただね、やっぱり気になる方は気になるので見てらっしゃると思うんですけども、本当にそれで、かなり、心身なんでしょうかね、心身ともにというんでしょうか、心を傷つけてかなり参ってる方も中にはいるわけですよね。はい、それがね、今この、妨害グループの全体像になるんですよね。だから実際今の妨害者の人口性どうなってるかっていうと、過去に私と連絡を取らせてもらって、私自身がいろんな話を聞いて、私はこれに対して違うと思います、私はこれはいいと思いますっていう自分の意見を話させてもらって、その上で、自分の気持ち、自分の意見を、受け入れてもらえなかったと思った方々が、ある意味腹いせのように妨害行為を行っているっていうのが実際妨害者の実態なんですよ。まあ、ここまで詳しく話したことは今までなかったので初めて聞かれる方もいると思うんですけども、基本的にはその大阪の主要メンバーだけ話しますね。その元々の大阪のおばちゃんと、もともと役員会に属していた東京の方、そして私の活動を手伝っていた大阪の方、はい、これがまあ大体私が掴んでいる主要メンバーで、プラスアルファそこに乗っかっている東京の方、男女の方ですね、東京都に住まいの方、女性の方だ、50代かな、そういった方々、そして男性の方々、この男性の方々も結構姑息でね、完全に愉快犯なんですけどね、話を聞いていると。一応その方々も一応メンバーとして今加わっているかな。でプラスアルファは本当に愉快犯ですねが何人かいると。でツイッターで何度も赤バンされた方も未だにいるという話は聞いているので、主要メンバーだけで言ったら 1,2,3,4,5,6 名ですかね、現実問題。はい、でプラスアルファ何人かいると。で今回ですね、情報漏洩の恐れがあるとして、会員の退会処分を、しました長っていう、ね、女性の方も、そこに加わっていると。で先日ねその方 のアカウントは、ツイッター社の方から一部制限を受けて今は使えない状態になっているので、自分がやったことを、客観的に見ていただいた方がいいんじゃないかなとは思うんですけれども、彼女はある意味被害者ですよね。当然私も彼女といろいろとねお話をさせていただきましたし、私のできることできないことって話をさせてもらっていますので、それに関しては、私としてはできることをやらせていただいている。ただ、その武田と絡んでいるので、武田にだいぶ、先導されているような感傷を受けますね。だからある意味、長谷は武田に利用されたと。だから元々のアンチグループからすると長谷みたいな方はカモなんですよね。だから要するにその妨害行為を継続するためのにちょうど都合のいい駒だったってことですよ。で本当に今でこそいろいろな方の情報は掴んできていますし、少なくとも主要メンバーに関しては全部個人情報を抑えているので、それに関しては様子を見ながらタイミング見ながら、法的な処置を取らせていただくんですけれども、プラス主要メンバーの方々はね、でプラスアルファの方々も、続々情報の方は、入ってはきているので、ご安心いただきたいんですね。ぜひ連絡をお待ちいただきたいと思いますけれども、長坂に関しては個人情報もろ分かりなんですよね。
もちろんそのこれまでのご協力いただいているご支援いただいている部分っていうのもありますんでね、ありますんで個人情報もお分かりなんですけど、彼らにとって彼女に、妨害者にとって、なんでしょうね、長を使うことは本当にね都合の良かった話なんですよ。ただこちらからしても個人情報が分かっている方なので、何かその誹謗中傷があったり事実のことの発言を繰り返されるっていうことに関しては、やっぱり法的処置が取りやすいんですよ。でそれは妨害者の方々もよく分かっているはずです。だからある意味、妨害者に関しても、長が法的処置を取られるということは分かっていて、長を先導して、活動に加わらせたっていうのはあると思いますけれども、今となってはねツイッター社からバンされて、活動の方はね、細々とやってるんじゃないかと、もしくは新しいアカウントを作って、ゼロからやってるんではないかなと思いますけれども、それが今の、妨害の実態になりますね。ちょっとね、話が飛び飛びになって分かりづらいかもしれませんけど、私が2020年9月から始めて実際妨害者が出てきたのが、2021年の1月からでしょうかね。で今まで、よく2年半ですかね、約2年半の間に、まあ、何でしょうね、成長してきた妨害グループの、それが全体像という形になりますね。いや本当ね、最近いろんなニュースを見させていただくにあたって一つ気づくことが、気づいたことがあるんですよね。で何かっていうと、そのツイッターに関して、まあ、インターネットも全部全般的な話なんですけれども、匿名じゃないですか。正直個人情報を明かさずに匿名で、事実でないことを、ベラ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 と発信をしている。で、違法だ違法だと言って、消しかけてくる。違法だっつんだったらぜひ告発してくれって前からも言ってるんですけど、未だ告発する気配すらないってことは、彼ら自身が違法と言いつつも違法性がかきやめて低いっていうことが非常に分かってるはずなんですよね。結局告発しようとしても告発できない事実を彼ら彼女が一番知ってるわけで、だからこそ、実際告発という声をせずに違法性だけをネットで訴えるって活動をされているわけですけれども、これってね、あれなんですよ、学校のいじめと一緒なんですよ。学校での陰口と全く構図一緒なんですよ。要するに自分の姿を晒さずに、文句だけを言うというか、事実にないことを触れ回る。それってなんで匿名で実名でやらないかっていうと、後ろめたい気持ちがあるからでしょ。で相手に悟られたくないからこそ、陰で、そういった行為を繰り返すっていうのは本当に今社会問題にもなってますよね。学生さんのいじめ問題全く一緒なんですよ。でおそらくそういう方に関して、そういう方々に限ってですね、学校のいじめは良くない、大人が何とかしっていう人たちだと思うんですけども、実際ねそういった方々がこういったことをね、平然と行っているっていうことで、どの口が叩くんだというような思いにもなるわけですけども、結局ねここってまあ引いてから引いてるよね、ずっと前から僕も言ってる通り、皇族方に関するそういった、批判も全く同じでないかなと思います。私はやっぱり陰口を叩きたくないですし、やっぱり何か批判をするときには自分の個人情報を晒して自分を晒しながらやるべきことだと私は思ってるわけですよ。だから、住所も公開してますし、名前も、通称も両方公開させていただいてますし、電話番号も公開しておりますので、そのあたりはね、一応自分というものを晒しながら批判をしているので、それには当たらないという自負は持っていますけど、自負を持って活動はしていますけど、結局相手の顔が見えないとなると、受け取る側もやっぱり誹謗中傷ですよねっていうような言い方をされるのは、まあ、至極当然かなとは思うんですよね。でやっぱり本当に批判をするのであれば、やっぱり名前は、せめて名前はしっかりと相手に伝えた上で、ここはこうで間違ってるっていうことを言ってあげないと、受け取る側も受け取りようがないと思うんですよ。
だから今ネットでいろいろと批判が繰り返されてて、秋篠宮皇嗣殿下に関してはひっくるめて誹謗中傷と言って、私も当時はね、それは違うだろうっていう思いが強かった。今でももちろんねそこは誹謗中傷じゃないというふうには思ってますけど、ただ受け取る側として、名無しの、メッセージを受け取ったとしてもやっぱり受け取れないなっていうのを改めて最近感じまして、だからああいう言い方されるんだろうなって思うわけですよ。全くもって私が受けている誹謗中傷と皇族方が受けている誹謗中傷って全く同じなんだろうな。だから逆に私がそういう名無しの意見っていうのをあんまり真面目に取り合わないのはおそらく皇族方も宮内庁も一緒じゃないかなって本当に最近思ってて、だからこそしっかりと批判するのであれば、これから自分の顔と名前を公開をしながら晒しながらしていくことが本当に、正当な批判の仕方だろうというのを私は思っているわけです。だから皆さんに、秋篠宮家の誹謗中傷もやめてほしいということも、伝えていて、今話したのが、その一つの理由である。いくつも理由はあるわけですけども、それに関しては今までの十分お話をさせていただいているので、改めてね今話す必要はないかなと思いますけれども、まず今お話しした内容はそのやめてほしいっていう一つのね、理由にはなっているんです。で、ちょっと話はね脱線してしまいましたけれども、これからも妨害行為は起きてくるでしょう。で、彼らの目的は本当にね気をつけていただきたいのは、よく言われるんですよ、男系男子の方からの妨害ですかって言うんですけど、男系男子の妨害じゃないです。私が受けてる妨害は単純に個人的な逆恨みです。はい。だからね、誹謗中傷は皆さんも私がね、女性天皇を実現したいという中でいろいろな活動を今させてもらっているわけですけれども、これに反対する勢力があって思われがちですけども、そんな大層なものじゃないです。本当に彼らに、何でしょうかね、そういう目標は全くないです。ただただ私の活動を邪魔したい、私の社会的な信用を、貶めたい、私という、個人を社会から追放したい、引いては多分お前この世からいなくなっちまえというのが本音だと思うんですよね。それが多分彼らが私に投げているメッセージだと私は受け取っているので、相手にしてないんですけども、皆さんもそういった誹謗中傷を見かけた時にはぜひね、あまり相手にしないようにお願いしたいなって思います。相手にしても何の利益もないですからね、時間の無駄なんでね。だからこれからも、皆さんにご迷惑をおかけしないように、そういう妨害対策もしながらやっていきます。何かっていうと、例えば私が受ける分には全然問題ないんですよ。ただイベントをするにあたっていろいろ計画をして皆さんにも告知をしながら時間を作ってもらおうとしていて、一回ありましたよね、中止イベントが中止になるってこともあったじゃないですか。そうするとせっかく時間を空けていただいているにもかかわらず開催ができないっていうのはやっぱり皆さんに対して、とても迷惑をかけてしまうことになると思いますので、私としては私個人がということよりは、動画を見ていただいている視聴者の方、活動を支援、ご支援いただいてご協力いただいている方々に、迷惑っていうのを最小限にしたいなという思いの中から様々な妨害対策をさせてもらってますし、その一つが、チャットを、会員制にしているということにもなってます。ちょっとね長くなってしまいましたんで、このあたりで終わりにしたいなと思いますけれども、本当に、皆さん本当にご心配をいただいていて、本当に、そういう意味ではご迷惑をかけしているなって本当に思うんですね。ただ受けてるものに関してはそういった妨害勢力ではなく、あくまでもこれまで私が活動していく中で意見が違って、私と意見が違う方で、ある意味何でしょうか、相手にしなかった方々なんですけれども、相手にされなかった配線にやってるっていうのが実態ですので、そういったどうでもいい理由でそういう妨害活動に
人生をかけてらっしゃるような方とはあまり接点を持たれない方がいいんじゃないかなっていうのを皆さんに伝えようということと、その妨害の実態っていうのを伝えることで、皆さんが思ってる理由で妨害されているわけではないですよという意味でね、安心をいただきたいなと思います。そういうふうに思ったので、今回ねこれまでの話をざっくりと話させてまいります。若干私ももう2年ぐらい前の記憶なので、若干前後しているような記憶もあると思いますけど、大まか流れとしてはそんな感じです。はい非常に聞きづらい話で、大変申し訳ないなというふうに思うわけですけども、今日のサムネのタイトルでもあります妨害者黒歴史っていうことはこういう話ですね。はい、でしたら今回は以上となります。どんな終わり方やねんと思いますけどね大変皆さんには申し訳ないなと思っておりますけれども、まあでも実態はそういう話なので、ご安心くださいということでね、また近いうちまたライブのねをさせていただこうかなと思いますし、また今週末には、横浜で最後のミーティングを行わせていただいて、総括の動画もまた改めて月曜日には出させていただこうというふうには思っておりますので、ぜひそちらもね、ご覧いただきたいなと思います。ということで本日は以上となります。また皆さんにお会いできることを楽しみにしております。それではまたお会いしましょう。バイバイ。